さゆみです。お久しぶりです。はい、そうですね、今日は写真集の撮影1日目ということで、なんと山梨県に来ちゃいました。ふふ、イエイ。そうですね、山梨県は山なイメージ、あとなしなイメージですね。はい、はい、楽しみたいと思います。頑張ります。よろしくお願いします。また後で。これなんと背中が開いてるんです。でも見てです見たいですか、見たいですか。じゃあチラ見でチラッ、うん、これ以上はちょっと NG らしいので以上です。あ、食べれるんですか？はい、ちょっと、あ、でもいい匂いするかも。果実の匂いしません。あ、でもこれすごい洋梨みたい、硬いんだよ。じゃがいもみたいかも。すごい素敵な場所です。
撮影2日目ですそうですね、昨日は1日すごい楽しかったので、今日も1日の撮影が昨日以上に楽しければいいなと思います。はい、そうですね、今日は朝からワッフルを食べて、気分はワッフル気分なので、はい、可愛く頑張りたいと思います。ラストシーンです。あ、かぼちゃですか、あれなんだろう、すごいかぼちゃだ、すごい、ほんと自然。そして今思ったけど栗もあるんです。いいな、秋ですね、秋、秋な色の衣装です。どうですか、すごい楽しんでます。ってみんないい方たちばっかりで本当に光栄です。はい、山梨のロケなんと終了しました。ありがとうございます。本当にすごく順調で、1日目もそうだし、今日2日目だったんですけど、もう本当に楽しくて、なんていうんですかね、もう楽しいの一言ですね、本当に。前回の同居の時もすごい楽しくて、その時のカメラマンさんとか、クレックさんとか、サイさんとかなんですけど、本当に落ち着く環境で、みんな本当に優しい方たちばっかりで、本当に感謝の気持ちでいっぱいです。ということで、沖縄ロケも待ってるので、体調管理、そして
体型維持も頑張りますので、はい、沖縄ロケもよろしくお願いします。ということで沖縄までサンドイッチをということでレッツゴー、バイニュー。はい、沖縄に来ちゃいました。青い海と青い空と青い道しげさゆみをぜひご堪能ください。はい、前回は山梨ですごく楽しかったので、今回も沖縄、3日間2、3日楽しみたいと思います。よろしくお願いします。はい、バイバイ。虫だったんですかね。信じられない事実ですね。足長い蝶々って。
あったんですけど、本当にあっという間で、あ、もう一日終わりって感じです。でこんなに楽しいまま終わっちゃって、スタッフさんにも恵まれて素敵な写真集になりそうな感じです。楽しみです。明日も終わります。おやすみ。おはようございます。最終びっくりですね。早い。写真集の楽しみたいと思います。あー、ファッションチェック。シックな感じと言いますか。それがお気に入りです。皆さん可愛いって言ってくれたので、スタッフさんが、なのできっと可愛いんだと思います。以上、道重さゆみのファッションチェックでした。
あ、もう一回できるかも。アクチョキで。そうそう。あ、いいね。オッケー、オッケー、オッケー。開いてた、開いてた。あ、もう。